でも角田さんもいろんなジャンルでお仕事されてるじゃないですか、はい、テレビだけじゃなくてフェスやられたりとかアプリ作られたりとかっていう、これ全部あれなんですか、基本的な考え方は同じなんですか？ああ、これね、うん、僕なんとなくめちゃくちゃロジカルで物事をやってる世界があるから、うん、自分が何をやるかはめちゃくちゃむしろマジックでしか考えてないっていうか、感情でしか考えてないっていうか、あえてちょっとそうしてるところがあります。だから、来た仕事僕断らないんですよ、はい、基本どんなくだらない仕事でもどんなに儲かんない仕事でもこれをもらった時に面白いって思うのは、うん、じゃあこれ儲かんないけど儲ける仕事にしちゃったら俺すごいよねとかこれ全然売れなそうだけどこれ売れるようになったら面白いよねとか、逆に言うとこれ絶対つまんない仕事だけどこれ自分がやったら超面白くなっちゃったらすごくないみたいな。あ、そういう視点で受けるんですね。発想がだからもう全然逆ですね。つまりそれが儲かるかとか儲かんないとかロジカルなところ全無視で、今大学の教授とかやってるのもいろいろ大変だろうな、面倒くさいなとか思っているところはたくさんあるんですけど、でもそれなのにあれ大学教授やってたら意外に楽しいじゃんになっちゃったら僕すごいなっていうのをやりたくてやってるみたいな。じゃあもう難しいこととか難題とかなんかいろんなことが何でも来いっていう感じなんですね。だからバラエティプロデューサーって名乗ってるし、よく中二病って言ったりしますけど、僕小6病だって言われました14歳にもなってないって言われました。お前12歳だよねって何でもやるやるみたいなこと言って小6の子いるじゃないですか、男の子。小6病だって言われたことが。でもそれは最初に面白いって思うっていうよりもそれを面白くしてしまうことが面白いってことですよね。そう普通の人ならつまらないって言ってること俺なら超面白くしちゃうんだけどな。いやそれはでもめちゃくちゃいいですね。よくあるじゃないですか、こうなんかこれやってみたらっつったらいや難しいですよねとか。だから僕それ三浦淳さんから学んでて、だからいいんじゃないだったっけな、あの人の口づけ口癖。だから嫌げ物っていういらないお土産物はみんな普通ならいらないよね、だからいいんじゃないっつって嫌げ物って言うとか。そうですよね、その普通だったら嫌だと言われてるものをだからいいんじゃないっていう発想が三浦淳さんだっていうことで、僕すごいそれを尊敬してるというか。いや三浦さんの発想すごいんですよね。だからそれを何でもポジティブっていうよりはだからいいんじゃないっていう感じに持っていくっていうのは僕の中ではなんていうんだろうな。だから例えばご長寿早押しクイズなんて、だってあれってあれですよ、老人虐待と言われちゃったらそうじゃないですか。老人虐待でもあれいやそもそも笑いって全部こうなんていうんですか、いじめから入ってくるというか、でもポイントはいじめだと思わせないっていうか。だからご長寿早押しクイズのすごいところってご長寿に早押しさせてることなんですよつまりご長寿って早押しできないわけですよね。確かにできない人に何やらせたら面白いかだから早押しさせてるわけで、普通の介護って逆ですよね。おじいちゃんおばあちゃんにできることをやらせようとしてますよね。僕らはそれじゃ面白くないんですよ、できるから。できないことだからご長寿にやらせたら面白いこと早押しだなんですよ。だからまず一つ早押しで、もう一個はこれをじゃあ老人早押しクイズって言っちゃったらただの虐待ですよね、老人じゃなくてご長寿って言葉を発明したことに。なるほど。でこのご長寿って言葉って昔からあったけど、今ほら一般語でご長寿さんって呼んだりするじゃないですか。あれって多分ご長寿早押しクイズがあったからなんですよ。ご長寿って言葉を一般名詞として使えるようになったのってそういうところ、ね、あのクイズか。でもご長寿って言葉には、やっぱりちょっとこうちゃんとリスペクトしてるのがありますよね、だからそこレスペクトさせときながら無理な難題をやらせるわけですそうすると野球は何人でやるスポーツでしょう、6億人で出るっていうあれは答えが面白くなりそうなことをさせようではなくて、早押しをさせようなんです。だからあれ早押しでなんでああいうこと言った時にやらせじゃないかって言ってる人いるんですけど、皆さんも自分たちのおじいちゃんおばあちゃんにやらせてください。やらせっぽくなっちゃって全然面白くないから。あれやらせじゃないんですよ。じゃあ何やってるかというと、そのご長寿の方をめちゃくちゃ緊張させるんですだからここにご長寿座ってるじゃないですか、いいおじいちゃんおばあちゃん、あそこにカメラたくさんあるでしょ、あれね1個1億円するからねだからおじいちゃんおばあちゃんがカメラ回ってるのにずっと黙ってたりするとどんどんお金がかかっちゃうんだよだから何か分かんなくてもいいから押してみようよ、そしたらカメラで撮るからさみたいにもうどんどん煽るんだよ。だからおじいちゃんおばあちゃん、あそこに1億円のカメラが6個あるからねみたいな、6個も皆さんのために用意してるからみたいな今それだけでめっちゃ緊張しますよ。緊張しちゃダメだからっていうのが AD の仕事なんですよ。でそれでおばあちゃんに6億のカメラが、6個の1億のカメラが6個ああ6億円っていう6億人って言っちゃうんですよ。あ、それで6億円が6億人って言っちゃうんですよ、野球の時に。そういうふうに現場を作るみたいなのは、だから明石家さんまさんの番組ってみんな面白いのって、はい、さんまさんってめちゃくちゃ緊張するから。あ、そうなんですか。だからあの人の前にいたら正座してて足立てなくてこけたみたいなのが死ぬほどあるんですよ。はいはい、だからなんか女の人が間違えてパンツの中にスカート入れてて恥ずかしかったみたいなのって死ぬほどあるんだけど、普通ならあの人の前普通だとちょっと直したりとか気にするじゃないですか。さんまさんって本当に怖いっていうかすごい方だから、もうそんなことやってないからつい変なこと言っちゃったりとかついこけちゃったりとかするから、あの人のさんま御殿とか面白いことしか起こらないんですよね。ああ、もうじゃあその環境がそうさせるものを作ってきてるんですね。そうで、その環境ってテレビなんかで面白いのは、例えばですよ、こういうトークの時に、この2人を面白くさせるため時には、一番ポイントはこのテーブルを置かないです。人間ってこの前にテーブルがあるとちょっと安心しません？します。手がで、だからさんま御殿とかってああいうのって、手なくて足なくて、だからつまりちょっと足を開いたりすると下着見えちゃうから足閉じなきゃいけないじゃないですか。緊張するじゃないですか。はい、その緊張した人間の方が面白いことやるんですよ、ハプニングで。だから本当に面白いことさせてる番組って、今日から皆さんテレビ見て分かると思いますけど、前にテーブルないですから。確かにそうですね。だからひな壇ってないのは、はい、あれなぜかというとすぐこけるとかできるしとかっていうのもあるんだけど、緊張させてるから全身が映るから面白さが増すんです。そうか、ここが隠れるんだ。隠れないですね。だから隠さないんです。で、逆に定談の番組とか議論したい番組はわざとテーブル置いてこういうふうにさせたりとか、わざとさせる方がコメントになるから、コメントとしては安心するものができるんだけど、ハプニング要素がなくなる。さらに言えばハプニング的なこと言われて急に変な炎上とかするの嫌だから、なるべくハプニング要素を防ぐためにそういうワイドショーとかはむしろテーブルを置いて安心させてるんです、キャスターとか。なるほど。はい、そういうふうに現場で人間をどう操作するかって、その空気をどう作るかなんですけど、それをやるのが多分そのバラエティ番組の仕事だって、ドラマもそうなんですけど、人間をどういうふうな環境に持っていくとやりやすいかみたいなことは常に考えてます。はあ、そういう視点で番組見るとめちゃくちゃ面白いですね。また違う、4冊目のアイデアになりますね。なります、ね、それは本当にこう人間の、いやでもそれは角田さん書いた方が多いかもしれないですね。書きましょうか。さあね、そんな話をしながら今1、2冊話してて待ってました、このプリンの話まだしてないんです。ああ、そうでした。残りこのプリンの話をしようかなと思ってたんですけど、このプリン今食べられるか我慢するかって、これ、どういうきっかけでこの、だから1冊目が多分アイデアの本、2冊目がこの表現の本、3冊目はなんでこれ書こう。3冊目はちょっと毛色を変えたいなっていうふうに思っていて、その中でやっぱり自分のテーマとして時間っていうのは、今僕56歳なんですけど、だから僕らなんか年近いんですけど、いろいろ考えますよね。人生の距離というか。そうなんですよね。やっぱりその終わりっていうものを意識した時に、その自分も結構やっぱり時間っていうものとずっとこうある種格闘してきたっていうのもあるし、やっぱテーマとしては時間を書きたいなっていうふうに思ったのと、あともう一個は自分で原稿自分で書く時にはあんまり負け戦したくないなっていうのが正直言うとありまして、それ何かというと、魚のいないところに釣り糸垂らすのは結構やっぱりその余生が相当いるので。ということはつまり今度今書く2020年出すならやっぱりタイムマネジメントとかそういうのが今一番餌が釣りしたらかかってくるっていうところがあるなと思ったんですけど、ただタイムマネジメントみたいな本だとやっぱりもう散々出ているので、その効率とかタイパとかって言われる中に自分が書くとしたら何だろうって考えて、ずっとうじうじとなかなか原稿が書けない状態だったんですけど、自分の中で書こうと思ったのはじゃあ何年前ぐらいですか？コロナの時ですか？いつでしたっけ？担当編集の炭酸待たせてしまったエバトさん、結構かかったってことですね。じゃあ2年前ぐらいってことは、だからやっぱりコロナ、やっぱりだからみんな考えますよね、その頃。そうですね、これが出た後ぐらいだから、そうですね、だいぶかかって、でもなんかどう書いていいかなって分かんなかった時に、なんか頭の中に効率より幸福っていう言葉がなんか自分の中で軸としてなんかできて、そのキーワードなんだ。そこができて初めて、あ、なんかどう書いていいかが。ちょっとイメージね、これ本にも書かれてるけど、効率より幸福ってなるとするとタイムマネジメントとかの概念がガラッと変わりますね。そうですね、やっぱりその効率、タイムマネジメントの方って基本効率の方にいってると思うんですけど、で散々効率を考えて自分なりにもやってきたけど、なんかその落としちゃったものというかがあるなとか、やっぱりこなし方とかは早くなるけど、その時になんとなくこうなんかこう虚無な感じがするなとかっていった時に、何が足りないんだろうっていった時に、あ、幸福なんだなって思ったので、まあ、時間を考えることっていうのは人生を考えることだし、人生を考えることっていうのは、まあ、ある種の幸福を考えることだよねっていうふうに考えると、あ、そっちベクトルだったら自分で書けるんじゃないかっていうふうに思って、それがやっぱり面白いですね。つまりこのジャンルに釣り糸を垂らすと書けるって思うことと本当に書けるってことって違うんですよね。全然違うんですね。これね、これを知ってる編集者さんと著者ってまた違いますよね。そうですね。それを知らない編集者さんもいますもんね。だから書け書けって言われちゃうんだけど、いやこれだったら、これだったら書けるっていうのと本当に書けるってちょっと違うってことで、やっぱり頭に考えて書けそうなことと実際に書き出した時に書けることって同じじゃなくないですか。そこですよね。でそれがこの効率より幸福っていうキーワードで書けるようになったっていうので、なんかこう、あ、どう書けばいいかっていうのが自分なりに見えたっていう、ね、これだからこのね、お客さんにフィードバックするならばというキーワード探しなんですかね。それとも何なんでしょうね。そうですね、やっぱり軸になる考え方をキーワード化できちゃうと強いです。やっぱりその法則に名前つけるのもそうなんですけど、なんか軸になることがキャッチコピーとかで1個できると、はい、あ、何すればいいかみたいなことがなんかはっきりしてくるというかっていうところもあるので、やっぱり基本的にはこういうものって、まあ、他もそうだと思うんですけど、なんか抽象度が高くてもやもやしてるものに対して解像度をどう上げるかっていうのを、まあ、僕の場合は言葉でその解像度を上げたい時のにはキャッチコピーがすごく自分には合ってるっていうし、まあ、もしかすると皆さんにもキャッチコピーってところができることで、なんか前に進めることってあるのかもしれないですね。いや、これは本当にありますよね。その別にプライベートでも仕事でもクリエイティブなことでも、確かにそのキャッチコピーをつけちゃうかどうかで、だからほらよく「踊る大捜査線」ってやつで、なんか事件が起こった時に戒名をつけるで揉めてんのってあったじゃないですか。なんとか OL 殺人事件捜査本部をいや、それはなんとか OL だとなんかちょっと人権的なあれだから30代女性なんとかとかって何つけるみたいなこと言ってるんだけど、確かにあれ何つけるかで全然捜査方針って変わりますもんね。変わるんですよね。で結局それが自分自身に対する問いになってくるので、はい、そこを軸にその問いをベースにその問いに答えていくって形になってくるので、はい、ネーミングってやっぱり問いになるじゃないですか。だからそこができるとだいぶ進みやすくなるっていう感じ、ね。僕はずっと TBS 辞める前まで最後にやってた番組が「大人の」って番組なんですけど、伊藤聖子さんとユースケ・サンタマリアの番組なんですけど、これ「大人の」って何でつけたかっていうと、その大人ってつけてると大人なスポンサーがつきやすいなと思ってます。はい、はい、それこそタバコとかお酒とか、でそうするとそういうふうにはまず思ってたんですね。だからそれはなんとなく頭で考えたことなんですよ。でそうするとだからスポンサーがつきやすいから番組は長続きするようなだったんですよ。でもう一個はスタッフが「大人の」ってつけてるだけで、つけたのは僕だけど、周りの部下たちがじゃあ次のキャスティング誰にするってなった時に「大人の」って番組だから大人ってことを語れる人を探そうねになるんですよ。つまりたった4文字の「大人の」ってつけただけでリサーチする時に具体的にターゲットが決まってくるんですよ。なるほど。それ「の」はどういうあれですか。でこれが例えば大人向けの番組にしようってなった時、昔だったらだから「大人解体新書」とか「大人のなんとか」とかってなるんだけど、それって僕の中での売れる番組ってやっぱりオノマトペ的っていう、つまり一瞬意味がわからないけど耳に残る方がいいなと思った時に、大人のじゃあ大人のヒットの番組なんとかとか言っちゃうとロジカルすぎるんですよ。一瞬大人だから、僕その前にやってた番組「曖昧な」って番組、これは世の中の曖昧なことを検証するで、例えば太麺と細麺はどこから太麺でとか朝一っていうのは何時とか、そういうのを検証するっていうのをザキヤマさんとやってた番組なんですけど、あれも始めたら曖昧リサーチとかつけちゃうじゃないですか。そのリサーチみたいなロジカルなものをつけてしまうことがなんかね、色気がないなっていう。で深夜番組ってなおかつ、番組の文字って5文字以上だと新聞載らないんですよ。あ、深夜はだからあれゴールデンとか10文字です、はい、だから「さんまのからくり TV」なんです。大体10時なんですよ、ゴールデンは。で深夜番組って5文字なので5文字以内にしたい方がいいって考えると、大人のリサーチとかいらないんですよ。なるほど。であとは「大人の」って決めたじゃないですか。そうすると実際番組の時にはテーマカードを作って「大人の〇〇」ってことで毎回テーマするんです。だから例えば「大人の青春」とか「大人のご褒美」とかっていうことでテーマをやるってことで「大人の」ってつけただけで番組のルールもできたんですよ。あ、そっかそっかそっか。でこれが面白くて、でもそのぐらいまではまだ予想してたんですよ。3つ目に面白いなと思ったのは、とするとタレントさんもそれを意識してくるから。いつも子供っぽい話をしてる人とかも、はい、この番組ではちょっと大人の話をしてくれるんですよ。そうすると今までにないゲストが今までとは違う目線の話をしてくれるってことで話題になっちゃったっていうか、だからそうすると例えばほら普通のバラエティの番組ってわちゃわちゃしてるじゃないですか。そうするとわちゃわちゃしてるから喋りたくないっていうから、例えば出たくない女優さんとかミュージシャンとか出たくないっていう人が多くて、ああそうか、それでそういう人が出てった。そう、例えば僕の番組だからすごい深夜の2時からやってた番組なのに、もうすごい豪華な方がどんどん、桑田佳祐さん出るわ、鈴木敏夫さんジブリが出るわとか、久石譲さん出るわとかで、スピッツが出てくれたのも一番いいのは、スピッツなんてそんなにそういうバラエティとか出たくないわけですよ、草野正宗さんとか。ところがこんだけ音楽の話をちゃんと語れるなら出ますって言って出てくれたりとか、つまり大人のってつけただけでスポンサーはつくわ、ルールはできるわ、タレントさんも話しやすくなって、出たい出たいってどんどんキャスティングが上がるっていう、もういいことしかないんです。それが解体新書までとかまでつけてたら多分大人のトークにならなかったと思うんですよ。で実際もし解体新書みたいなのつけてたらもっとデータとか出さなきゃいけない、そうすると今度なんか国勢調査の結果とか出してたりとか、ロジカルにはなってたけど色気みたいなものがなくなった。そうか、じゃあ最初に考えてる番組が同じだったとしても、名前を付け方によって番組がどっちに行くかって変わっていくわけですよね。ってことなんじゃないかなと思うんですよね。やっぱり問いになってるんですね。問いになってるんですよね。出る人にも作る人にもスポンサーにもみんな問いになってるっていうか、そうすると問いに勝手にアンサーしていくっていうか、勝手に活動が生まれていくっていうか、これ僕面白いなと。テレビ番組のネーミングってやっぱり僕ら書籍はどうしてもネーミングと言いながらキャッチコピーなんですよね。でテレビ番組のネーミングってやっぱりどうしても例えばレギュラーでやるので言えばいろんな受け皿とかいろんな要素もあるから、ある種の何ていうんですかね、こうなんか緩いっていうんじゃないけれども、何でもやれるそのなんかこう許容量があるみたいなネーミングの付け方だから、多分僕なんかがいきなりテレビの番組つけてくれって言われるとどうつけていくかさっぱり分からないんですよ。だから僕もその感じで本のタイトルつけてたから多分間違ってて最速で身につく世界史にならなかったと思うんですね。ちょっと役割がだから違ってるってことですもんね。そっかそっかそっか。だから僕ねテレビの番組で一番好きなタイトルはやっぱり世界の果てまでイッテ Q ってあれ僕すごいいいタイトルだと思うんですよ。まず世界の果てっていうので夢があるじゃないですか。ドリームというか。で世界の果てまでっていうすごい夢を追うような感じなのに、世界の果てまで行って何やるのって言ったらクイズなんですよ。わざわざ世界の果てまで行ってクイズなのっていう落としどころもいいっていうか、で世界の果てまで行ってきて多分10文字かな。すごいよくできてるし、あとさんまさんが言ってた恋のから騒ぎ、なんか日テレさんの番組も吠えてますけど、恋のから騒ぎっていうのもそもそもから騒ぎってシェイクスピアじゃないですか。あれでちょっともうアカデミックな感じになるじゃないですか。でアカデミックな感じなんだけど、じゃあこのから騒ぎをさんまさんが何やってたら恋なんですよ。所詮人生は恋、ね、愛はから騒ぎなんやでっていうさんまさんのその嘘つきだみたいなキャラとも合うから、なのにアカデミックな領域が出るから、恋のから騒ぎとか超好きなタイトルですね。だからそれって本じゃ売れない気がするんですよ。そうですね、本ではなかなか売れないでしょ。やっぱり役割がどうしてもさっき言ったその番組はやっぱりそのテレビ欄があったりとか番宣があったりとかっていう中で、多分だんだんこうファンをこう作っていくっていうプロセスを、時間軸を結構今そんなに長くは取れないかもしれませんけど、そういうある程度の時間軸で見られてますけど、本の場合はさっき言った何週間置かれないので、本当にこう通った人の本当に僕は1秒とかだと思っているので、1秒しかない。だからそこにバナナが書いてあるとかプリンが書いてある大事なんですね。そこでいけないと、もちろん他で広告が散々コストがかけられれば別なんですけど、なかなかそうもならないので、やっぱり1秒勝負みたいなところでいうとちょっとやっぱりこう考え方の順番が違うので、だいぶこうなんですかね、こうかなりこうなんですか、こうやっぱりこうインパクトみたいなものであったりとか、気になるみたいなものをやっぱり生み出さないと。やっぱり難しいなっていう。そこ違いありますね。僕ねだからね最初そのガーゼン世界史の本が売れた時にやっと気づいたっていうか、テレビって言うても6個しかないから、面白いのやってから気づいてくれるんですよ。だから面白いことだけやってればぶっちゃけタイトルなんか何でもいいみたいなとこちょっとあるんですよ。気づいてくれるから。ところが本って気づいてくれないですもんね。なんかだって買ってめくんないと中身わかんないわけだから。本が売れない一番の理由は、その本が出ていることを知らないことです。うわー。ある意味一番シンプルだけど一番名言ですよね。知られないと売れないわけだから。もう絶対に。なので大抵の本は知られないまま届けたい方に消えていくので、やっぱりそこはテレビと違いますよね。やっぱり違いがあるなと思いますね。テレビはね、なんかね、今タイといても気づかせようぜってやっとけば気づいてくれるわみたいな。だからなんて言うんでしょうね、ちょっとね、なんて言うんだろう、地道でいいやみたいなとこあるんですよ逆に。だからSMAPの中井君で「金スマ」やってた時なんか典型で、プロデューサー最初視聴率上がったけどだんだん下がっていっちゃったんですよ、で人気ないなって時に「金スマ波乱万丈」って人気企画できてガーッて上がるんですけど、その人気ない時にプロデューサーに言われたのは、もう今だから言いますけど、俺さジャニーズの番組だからさ終わんねえよって言われたんですよ。いろんな力が働いてって。だから終わんねえから俺たち全然安心して面白い番組だけ作ってるのはやがて気づくからさ。なるほどな。でプロデューサーに言われたのが超安心しましたもん。それまでは終わっちゃうと思って焦ってると企画がヒットしないんだけど、そうだよな、誰が終わるって言うんだろうみたいな。それで企画をもうちょっとで考えてて、で「金スマ波乱万丈」ってのが生まれたわけですか。そうなんですよ。でその時もなんて言うんでしょう、あれ赤い女の子が100人いて、あれ女の子向けの番組ってやってて、それまでね、だからこれ僕好きなことだけやって生きていくという提案って本に書かせてもらったんだけど、これ男ってバカなので。女ってやっぱり2種類あるんですよね、僕の中でっていうか男の中で、つまり付き合ってもいい人とお母さんっていうかで、そうするとなんていうんですか、付き合ってもいい人向けに番組作りたいなみたいなところがあった時に、今度やっぱりメイクとか、なんかそういうこう色恋沙汰とかそういうことだけやってれば女の人って見てくれるんじゃないかなっていう、なんか変に女の人に幻想を抱いちゃってるんですよ。その時に鈴木治という作家、あの人と会議してた時にあるヒントを出されたんですけど、SMAP でライブやってると、はい、キムタクがちょっと脱いで上半身裸になるとみんなキャーってやるんですって、ファンが。でキャーってやってここで見てるらしいんですけどキャーってやるんですって。これが5歳の女の子でも、70歳のおばあちゃんでもやるって言うんですよ。俺それ聞いた時に、僕本当にそれ聞いてすっごい反省して「金スマ」のスタッフ全員呼んだんですよ。はい、全員集合みたいな、今から大事なこと書きますみたいな。女は一つですって書いてあるだからみんなもう男ばっかだからね、だから女のスタッフにはごめんねって本当に謝ったんだけど、僕らの中で女って2種類あると思ってるよねと、1種類だからと、だからそれだから番組もこれから1種類だと思って番組作ろうねって、あなたたちが好きだった女の子とお母さんっていうジャンル分けないで、あらゆる人が一つの女なんだよって思って書こうって作ろうってやったら、それ以来ね、例えば後ろにいる赤い100人の女の子とか、今までは綺麗な女の子とか入れてたんですよ。そんなこと関係なく老若なんじゃないか、老若を入れるようにしたんですよ。そうすると画面の感じもちょっと変わったりとか、例えば提供のところにほら「今夜は何とか」って文章出たりするじゃないですか、あれに「今夜は家族揃ってご覧ください」とか、そういう文章を入れるようになったら途端に視聴率が上がって、でそんな中でやっぱり女の人が一番興味あるのは女の人の人生だってことで「金スマ波乱万丈」って企画を立てて、あ、じゃあその、鈴木治さんのそこから変わったってことなんですか。それまではやっぱりだからどうやればメイク術とか、もっと恋のからさぎみたいな女のこういう失恋しっぺ返しパターンの話とか、そういうのばっかりやってたんですけど、まあそういう要素も入ってるんだけど、女性の喜怒哀楽というか、人生でこんだけ苦労したけどこんだけ成功したみたいなのをどんどん波乱万丈でやってったら途端に人気だったっていうか。はあ、なるほどな。それじゃあ角田さん、その一言気づかなかったらスルーされてたから「金スマ」も今みたくなり続く長寿番組になって、さすがになんなかったんじゃないですか。なるほどな。それってでもあれですよね、その物事っていうか人とかもそうだけれども、やっぱりどう捉えるかによって同じものでもやっぱ見えてくるものが劇的に違うけど、そこを発見、この隙間を発見できるかできないかが大きな違いになるわけですよね。でこの本で言うと、これこれから読む方にちょっとヒントだけ言っとくけど、今食べるか我慢するかって書いてあるじゃないですか。これ A or B って言ってないですからね。この本のポイントってそこなんですよ。食べてもいいし我慢してもいいって言ってるんですよ。これが僕ね、書き打ちメソッドのすごいとこだなと思ってて、多分さっきの効率より幸福ってそういうことですよね。つまり今食べるという幸福を選ぶか、我慢してダイエットするという幸福を選ぶかは、それがあなた次第なんですよ、人生の幸福をってことですよね。そうですね、このメソッドがたくさん書いてあるから、つまり A or B で A or B ってことは B を切り捨てるってことじゃないですか。だから僕自分の大学の授業でも言ってて、みんなね A or B にするって言うんですよ。 A&B にすればっていやでもそうですよね、A でもいいし B でもいいと。でその時今日は疲れたから A とかさ、今日は元気だから B とか、そういうことができる方がいいのに、タイパコスパっていうとみんな A は B は A、B ってやっちゃうじゃないですか。それがダメなんだよってことを言ってた時にこの本なんで、まさにドンピシャだったっていう。でもまさにいろいろこうとさっきのその効率より幸福っていうところが見つかって、はい、でこういろいろこう時間に関する、はい、例えば過去のいろんな人の名言とか。はい、いろんな本とかを読んでいったら、ちょっと一個この本にも書いたんですけど気づいたことがあって、あ、時間に対する人の悩みって3つしかないんだっていうことに気づいたんですね。で1個は量の悩みですね。忙しいから時間がないっていう悩み。それからもう1個は質の悩みで、いい時間が遅れないよねっていう悩み、時間を過ごしちゃったなとか。で3つ目は選択の悩み。まさに今言った話だから、結局時間の話ってこの3つの話しかないんだっていうふうなことに気づいて、その3つの中でを、まあ、基本はこの本の中には書いてあって、タイトルはその中の選択の話を出させてもらってるっていうふうに。だからこの本は僕ね、それこそ今言った悩み、時間の3つの悩みについてのある意味解決策っていうとあれだけど、対処方法が書いてありますよね。そうですね。なんかやっぱりこパフォーマンス、こうなんですかね、タイパとかで、まあ、もちろん効率よくしていくっていうのも一個あるんだけれども、なかなかそれも難しかったりするんだったら捉え方を変える、まず視点を変えましょうってよく言いますけど、さっきのその視点を変えるだけでその同じ時間が、さっき角田さんが仕事は何でも受けますっていうのも、その普通だとみんなやっぱりなんか嫌だなとか安いなとかじゃなくて。それを自分が変えちゃったらどうなんだろうっていう方向に視点をこう変えてるわけじゃないですか。あれっていうことがやっぱりその時間の話でもこう言えるとかにつながってくるよねとかっていうふうに思うので、やっぱ面白い仕事が来ないじゃなくて、面白い仕事に自分でしてないだけの話ですよね。誰かが持ってくるわけじゃなくて、この仕事を面白くするかしないかは自分の視点なのでっていうことでもいろいろこう書かせていただいてるっていう感じですかね。いやー面白いな。これもう時間ちょっと超えちゃってましたけど、最後に質問していいですか。はい。これなんでプリンなんですか。じゃあこの子は。実はですね。これもですね。最初は違ったの。これ実は富士山だったとか。似てるじゃんプリン。そうなんですよ。でも実は最初はソフトクリームだったんですよ。で僕ソフトクリーム大好きで、世界にソフトクリームが広がればいいのに、なぜ日本のこのソフトクリームはもっと広がらないのかなとかって思いながら、ソフトクリームが大好きなんですけど、ペロペロ舐めてるわけですね。ペロペロよく舐めてるんですよね。もう本当おじさんなのに一人で別にどこでも舐めちゃうんですけど、で最初ソフトクリーム今食べるからだったんですけど、なんか語呂悪いんですよね。このソフトクリームだと確かにちょっと字余っちゃって、でソフトとか言うとなんかちょっと分かんないよなって思った時に、あ、ソフトクリームだとちょっとやっぱりこのタイトル厳しいなと思った時に、次に好きなもんなんだろうなって思った時に食べ物好きなもん、そう好きなプリンだったんですよ。でプリンってやっぱり可愛いじゃないですか。まあ見た目も可愛いし、まあもちろん好き嫌いはあるけど、まあ誰でも知ってるし、あと色がとにかくいいですよね。だってソフトクリームだと真っ白になっちゃうんですよね。そうなんですよ。ソフトクリームだとこう白にこうちょっと僕日製のコーンが好きなんで、それぞれ日製のコーンにしたかったんですけど、でもソフトプリンだとこういうふうになるよねってところで、で最初喫茶店の、僕は硬いプリンが好きなので喫茶店の硬いプリンをイメージしてたんですけども、担当編集の方とデザイナーさんで、このプッチンプリン型の方がいいっていうふうにこう、確かにここはちょっとこう花形っていうかなってる方が確かにビジュアル的にはちょっとまた目にいくかもしれないですね。そうなんですよ。めっちゃこのデロッとした感じが良かったんですよね。これは台形のプッとあっちの方が美味しいっていうか好きなの分かりますよ。僕も硬い方が、ただこっちの方がちょっとプリプリしてるますよね。やっぱりさっき言ったその一瞬1秒の勝負をするときは圧倒的にこっちの方が1秒、これ本屋さんにこうやって置いてあって、これプッチンプリンあるじゃんみたいな、そうなるんですよ。でもこれプッチンプリンではないんですよ。いやすみません、そうするとまたいろいろね、そうです。プッチンプリン的な型なので、全くプッチンプリンってわけではないんですけれども、プッチンプリン的なものとして、なるほど、それで選んでいただいたっていうので、そうなんですよ。ソフトクリームじゃなくて、それでプリンになったっていうことですね。いやー、こんな感じですかね。はい、ありがとうございます。はい、ということでもう一回だけ最後だけ最速で身につく世界新聞文庫でございます。はい、はい、アスコブさんの旧版買っていただいても全然大丈夫ですね。あ、でもまあ文庫なんでせっかくなんで文庫版をね。ちなみに一個だけ宣伝、あれアスコブさんのって24章。はい、24です。これ今回文庫で25個目を足したんです。1個足したんですね。で24個で、最初の文明の話からいろいろやってて最後未来の話で終わってるんですけど、今回25個目を文庫で足して、未来の次に歴史に関係あることって何かなと思ったら、環境の話にしました。つまりその結局歴史を作るのは環境なわけだから、はいはい、環境についてやっぱり、最後にまとめないとダメだなってことで環境の話を書いたんですけど、この環境の話を書いたとかの一部分だけチャット GPT に書かせました。これだからつまり歴史の本をずっと頭から書いてって、最後の文章は AI が書いてるって面白いですね。そうだからこれ全然ここには書いてないんですけど、25番目の一部分はチャット GPT に書かせて、それどうでしたか？で書かせてちょっとやっぱり遂行って当然構成はしてますけど、面白いですよまとめ方がやっぱり。だから最後の歴史について環境の話をチャット GPT がまとめるとこうなるんだなっていうところがあるんで読んでいただければと思います。その24の分け方が角田さんの面白いところです。歴史ってこういうふうに分かれていくんだっていう軸を24個立てていただいたんです。これ通史じゃなきゃダメって言われたんですよ。なので最初の人類のあけぼのから今の現代まで書かなきゃいけないんだけど、それを何世紀にこんなことがあってると分かりにくいじゃないですか。だから全部の24個の章を一般名詞にしたんです。水の話とか文明の話とか革命の話とか、そういうふうにしたことでなんて言うんだろう、その章だけでも読めるし、そうですよね、結果それが通史になってるっていうのをやったわけです。でもう一個ギミックはこれの日本史バージョンもあるんですが、日本史は世界史と全く同じタイトルにしてます。だから、世界史の方で文明の話、水の話、宗教の話ってなってるんですけど、日本史の方もそれと全く同じ順番にしてて、つまり世界史と日本史を分ける必要ないんだよっていう、結構すごいギミックは入れてるんで「解体新書」って名付けたかったですって感じでございます。ぜひよろしければ。ぜひ。でこちらを最後に。あ、すみません、ありがとうございます。今日だいぶお話しさせていただきましたけれども、とにかく効率より幸福っていうところを軸に書かせていただきましたので、もしよかったら読んでください。よろしくお願いします。あっちのお手元の方に僕の教養としての教養って本も置いてありますので、教養について書いてますので、もしよろしければと思います。モチベーションの方もよろしくお願いします。はい。ということで以上でございますかね。ということで柿内さんでございました。柿内さんでした。ありがとうございま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 した。